M49 は乙女座にあるかなり潰れた楕円銀河である。合計5センチメートルの望遠鏡でようやく見えるかどうかの天体である。6センチメートルではかすかに見える。8センチメートルでは光が拡散している様子がわかる。1 0トルで水星の頭のような霞んでいる様子がはっきりしてくる。2 0トルでは中心部に箇所がよく輝いているのがわかる。 これは、明るい恒星がコアの部分に隣接して見えるためである。口径三十センチメートル以上で見ると、付近にさらに小銀河が見えてくる。n g c 四四千百六十四や、n g c 四千四百七十、n g c 四四千百九十二が同時に見えてくるが、どれも、大円銀河である。口径五十センチメートルの望遠鏡ではさらに、n g c 四四千百六十五。 NGC4467 が見えてくる。天体写真ではさらに付近には多数の銀河が集まっていることがわかる。右の写真では M49 の右に見えているぼんやりした丸い点が NGC4467 で、その右上にあるのが NGC4465 である。その他多数のナンバリングされていない銀河が写っている。 1771年2月19日に、フランスの天文学者、シャルル・メシエが発見した。オトメザ銀河団の銀河として、初めて発見されたものであり、局所銀河群の外の銀河としても、ニコラルイド・ラカーユが発見した M83 に続いて2番目に、発見された銀河である。1779年には、オリアニが独立発見し、非常に青白く、 水星の頭のようであると記録している。ウィリアム・ヘンリー・スミスは彼のベッドフォードカタログの中でオリアニとメシエの発見を混同し、1771年にオリアニが発見したと記載してしまった。この誤りはジョン・ハーシェルのジェネラルカタログにも引き継がれ、ジョン・ドレイヤーのニュージェネラルカタログでようやく修正された。ありがとうございます。